皆さんこんにちは、ピアニストの赤星かなです。今日この動画を見たあなたは本当にラッキーです。これまでクラシック音楽の作品でこのメロディー聞いたことあるけど、曲名なんやっけな、作曲家誰やっけって思ったことはありませんか？クラシック音楽の作品って本当に莫大な量がありますから、そういったことってどんな方でもあるんじゃないですかね。でもそんな時に曲名を割り出して探し当ててくれる神サイトがあるのをご存知でしたか？その神サイトを今日はご紹介させていただいて、その使い方も詳しく説明させていただいているので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。今後その曲名がわからない気持ち悪さから永遠に解放されますよ。そのサイトというのはですね、ウィキペディアというサイトで、音楽のメロディーさえ分かっていればそれを打ち込むことで結構正確にこの曲というのを当ててくれます。本当におすすめ、出会ってよかったと思う神サイトと言っても過言ではない素晴らしいサイトになっています。それではこれからそのサイトの使い方をご紹介します。では実際にこのミュージペディアを使って楽曲検索をしていきたいと思います。で、一番おすすめなのがこのキーボードサーチというものを使った検索方法で、これが一番確実に曲名を出すことができます。リズムなどでも検索できるのですが、なかなか情報が少ないので探すのが難しいみたいです。なので音程やリズムが分かる方はキーボードサーチが断然おすすめです。では実際ミュージペディアを使って楽曲検索をしていきたいと思います。例えばベートーベンのピアノコンチェルト3番が思い出せなかったとしますね。こんな風にキーボードの上の音符して音程を打っていきます。ミー、レのシャープが出てますが、このままいきます。そう、あ、で間違えてしまったらここのデリートノートを押すと消してくれます。そう、あ、ミレ、まあこの辺でいってみましょうか。でこのサーチムジペディアというボタンをクリックします。するとじゃん、すごくないですか？こんな感じで、しかも YouTube のね演奏動画まで一緒に出してくれるベートーベンのピアノコンチェルト3番の Cm という風に出てきましたね。かなりこれ正確に、どんな曲で試してもかなり正確に出してくれるので本当におすすめのサイトです。神サイトです。で次におすすめするのがこのキーボードサーチの横にあるカントアサーチですね。つまり輪郭で音の高低差で探すという方法。この方法はキーボードサーチの次ぐらいに確実に探せます。例えばベートーベンのピアノソナタの第1番の1楽章の冒頭で試してみましょうか。でこの一番上ですね、このメロディックカントアで上にアップダウンリピートって書いてるんですけど、音が上に行くときは U、 下に下がるときは D を入力していきます。でまずね最初に米印が入ってるね、これが一番最初の音とします。でここを選んで、ファ、次上がりますよね、なので U ですね。ファ、ラ、ド、ファ、ラ、で次下がりますね。ソ、ファ、ミ、ファで上る、次ぐらいまでいっときましょうか。で次下がりますね。そう、ドソシラソファソ、まあこの辺まで打ちましょう。でできたらねここも分かればキーワードを何か入力するともっと確実になります。まあね、ベートーベン、ベートーベンって打っときましょうか。でクラシカルでサーチいってみますよ。じゃん、どうですか、すごくないですか。ベートーベンのピアノソナタ第1番のねこの冒頭が出てきましたね。という感じで音の高さがはっきり分からなくても高低差が分かるのであればこのように検索できます。
いかがでしたか？このサイトを知ってしまうと、知らない曲だけじゃなくて知ってる曲もほんまに当てれるんかなと思っていろいろ打ち込んで検索してしまいますよね。そういった遊び方もできるかなと思います。あと似たメロディーのね、他の作曲家の作品とかも出てくるのも面白いところですよね。ぜひぜひこれから皆さん有効に使っていただければなと思います。これからもこんな感じで有益な情報というのをぜひ聞きたいという方がいてくださったら、チャンネル登録で応援していただけますと、今後も続けていこうという励みになります。ぜひ高評価の方もお忘れなくお願いいたします。それではまた次回以降の動画でお会いいたしましょう。さようなら。